いやだ。何がどっちでもいいけど。どっちでもいいよ。あ、ごめん。あそこ行けばいいんだ。あそこなのか。うん、まああそこだね。左から出た方がいいか。すげえわかるけど、あともらったも人同士だよね、普通。あ、バイク来てるよ。うん、右行けるかな。もっとよろしいもん、赤じゃね。信号行きそうになったからびっくりした。じゃあ大丈夫。こっちはね、ちゃんと言うよ。まあ、もらってたらもらってた分の俺しか言わないけど。でそれ例えばそれをもうちがもらって、うちの親にそれを報告したとかしたら、うちの親はもしかしたらそれの俺の電話入れるかもしれないよ、親だから。やっぱねえよ、普通に考えてねえよな、頭おかしい。ないおかしい方向のモラハラの人みたいになってる。危ないよ、結構。暴れるタイプの老、なんか老人になりそうだな。ちょっと、あんまり、はい、なんか、現実を受け止めたくないけど、怖いなって思ってる。物を捨ててるところから俺は怖いと思う。本当に捨てられたのかね。まあ、わかんないけどね、実際行ってないし。捨てたなんて一言も言ってないんだよ。そうや、そう言って君を帰省させたい口実に聞こえたから、捨ててないんじゃないかなと思ってんだよね。まあでかいやつはもしかしたら本当にないかもしれない。あの機材でかいやつ全部捨ててるって。あのでもあのタンスとかに入ってたやつとか残ってんじゃないかなと。結構足綺麗に袋にまとめて置いたつもりだけど、あの時捨てていいなんて一言も言ってないです。それを全部言ったって言ってるのがまず怖いんだよね。どうせ捨てんだったら売るわって感じだよね、うん、あんな売れるんだもん。売ればよかった。全部捨てた。いやいやいや、ね、やっぱ君がこう言い返せないから図に乗ってんだろうな。でもね、言い返せばあれはなんだよ。でも切れてるもんね。3ヶ月ぐらい音信不通にしてった方がいい。マジであんまりひどい時は。あんまりこうも痛くないけど、あの人のためにエネルギー使いたくないんだよ。うん、だからもう切れて切れたフリーでもいいんだけど、切れても1ヶ月ぐらいは本当に電話出ないようにしてる。フリーもしたくないから疲れたから着距離すれば
けね向こうの家を建ててあげようっていう優しい気持ちが 0.001% だけあったから言わないでおこうと思ったの。うちの姉ちゃんにも一瞬相談しようかと思った。そうやったらもういりませんって言いそうだもん。多分うちの家内心切れると思うよ。うちのことをもしかしたら、まあ、そういう風に言ってもよかったかもねっていう風には諭すとは思うのね。多分ね、うちの親できる親だから。普通に言っちゃったもんね、飯センターの時に、うん、うちの親はめんどくさいですよって言っちゃうもんね。あ、でも数回しか会ってないで、うちの親もお姉ちゃんも分かってるから、うん、まあ、初見の、まあ、大体他の人見てもなんか異変に気づく。みんな反応面白かった。お父さんだけ会わせた。いや、お母さんが一番何も言ってなかったけど、まあ、そこはやっぱ自分も苦労してきたとかいろいろあるから、あえて何も言わないんじゃない。お父さん普通に言い合ったって。やっぱみんなそう思ったね。うちの親めんどくさいんでって言ってもね。あれ会う人いないでしょって言ってもね。いや、いないと思うよ、うん、まあ、姉ちゃんとか私がうまくやってるように見えてるんだろうけど、まあ人に会わすことはできるよ、私大人なんで。で、だいたいであなたには直接言わないんでしょ。だいたい言ってる。いい人ぶりたいんでしょ、うちの前では。結局そういうことなんだよね。嫌われたくないんでしょ、うちには。でも言われたら私多分その場で切れて、もうもし君の実家いたらその場でも帰ってる、帰るっていうレベルの勢いは悪いからね。ただね、なんだろうな、ストレス溜まってんじゃないの。なんかもっと仕事やめた方がいいかもんだよな。ひよってるの。犬飼うよりね、さっさと。まだ飼ってないの。飼ってないの。飼うとか言ってたの。そう、なんか無理だね。なんかストレス発散させる何かが。ただ動物、そのために動物を飼うっていうのもその動物はかわいそうだけど。あ、大事大事、あの人面倒見る。面倒見るはいいんです。人の犬勝手に放し飼いにして道路に追い出してたんだよね。勝手に人間の食い物食わせたんだよね。やめろっつって。これどこ向かってるの。あ、間違えた。ついちゃった。それ帰るよってよ。いや、ここにないから来るって。外出たこのタイミングでもうね、さっさとやって終わらせて。ポンチョリーノ、ポンチョリーノ、お前何をそんな声取るの。おい、ポンチョリーノ。
違ってなきゃ、なんか間違って書いてなきゃ。大丈夫。あとでアケさんメールして日付これこれ出勤できる日になって見てもらっていいですか。スマホ忘れちゃったかな。アキがいると思って言ったら、あれもしかして今日ニューズ誰か休んでんのかな。アキじゃなくてなんかチーフが2回いたから、チーフに音が来たからびっくりしたけど大丈夫。停止でいるから大丈夫ですよ。中人いるから、うん、いなかったら切られてたかもしれないけど。あれでした。チーフに挨拶してきた。チーフって、まあ、一応ほら休みの日に入るからさ。そびれちゃって、ああ興味です。戻って。見たけどかな。できないね。オッケー。無視してさ、さっさと進むのは面白いよね。なんか犬ってあれですよ、200通りぐらいの言葉を覚えられるらしいよ、人間の。ご飯。あ、だから本当そういう単語、自分にとってプラスの単語が一番覚えてるらしい、やっぱり。お散歩とかご飯とか。だから帰るよって言葉はもう理解してるからあえて無視しようとするんでしょ。でっつってんだよ。違う、ここは停留所。あ、じゃなくてごめん、ここがタクシーの停留所だった。どこに客乗ってんのかと思った。それもよかった。ごめん、お金って今日はもう空いてる。あ、今日はほとんどもう普通に空いてんじゃない。ほとんど、うん。でも、注意するは、まあ、まあ、うん、平日よりはまあまあ行ったのかなって感じ。そういうとこは甘えん坊ちゃんなんだな。お母さんっていう存在やっぱ違うんだろうね、いろんな人も。甘えたがるみたいな。うちの親に対してもそうじゃん。お母ちゃんにすげえ甘えるじゃん。でもこの間珍しくお父さんに甘えてたから、その時の感じが可愛かった。あとそこにピタッてひっついて動かないでした。帰るよ一旦。
溝っこで待ってるんですよ。あんなぐらい幅で避けてから同じぐらいに潜んでる。全部一人なのか、対象者って。あれ結構一人組の時あるよね。うん、いけるわ。